ライザのアトリエ2、失われた伝承と秘密の妖精。高くそびえ立つ夏雲のように胸の高まりを抑えきれずに、私を導く新たな世界がほら背中を押すのを感じた。ライザさん、ちょっといいですか？パティ？もちろん、そこに座って。急にごめんなさい。でも、ライザさんしか相談できる人がいなくて。うん、私も気になってたから。タオが家庭教師を辞めさせられるって話だよね。ええ、代わりはまだ見つかっていないけれど、何か目星はつけてるみたいでした。パティはそれでいいの？いいか悪いかの問題じゃないんです。私には従うしかできません。この前も言ったけど、自分を押し殺すことも貴族にとっては。パティはそんな辛い思いしてまで守りたいの？そのためにタオを辞めさせちゃってもパティはいいと思ってるの？いいだなんて、そんなこと、そんなこと思うわけがありません！私がいいと思うはずないじゃない！ライザさんなら聞かなくてもわかるでしょ！ごめんなさい。うんうん、とっても嬉しいよ。パティの本当の気持ち直接聞けてね。できることならお父様にも伝えたいと思ってますけど、そんなこと絶対にできません。じゃあ、パティはこれからどうするの？私にできるのは、タオさんの代わりが見つからないことを祈ることくらい。ダメだよ、そんなの。絶対に何か方法はあるよ。私も考えるから、一緒に見つけよう。そうですね。私一人だったらそんな方法見つかるはずないって諦めてた
ただろうけど、お父様に一歩も引かなかったライザさんとなら何か見つけられるかもしれませんね。うん、タオを辞めさせないで済む方法絶対に見つけよう。ボス、こんなところで何してるの？ここですることなんて勉強に決まってるだろ。お前こそ何やってるんだ？お散歩？ため息つかないでよ。あれ、おーい、二人とも、二人とも、こんなところで何して勉強？なわけねえだろ、飯食いに行くんだよ。飯、用事がないならもう行くぞ。俺は忙しいんだ。あ、ボース、行っちゃった。たく、相変わらず愛想はねえな。許してあげてよ。ボースはさ、こっちに来てからの3年間ずっとあの調子なんだよ。なんだそれ、ずっと勉強漬けだってのか？ありえねえだろそんなの。ううん、本当だよボース、本気なんだよ。立派なブルネン家の跡取りになるためにって毎日本当に必死に頑張ってるんだ。マジかよ。うん、今のボースを見てるとさ、思うんだ、僕も負けてられないぞって。同じ島から来た幼馴染がそばで頑張ってるのに怠けてなんかいられないって。タオは学者になるために頑張ってるよ。ライザは錬金術師で、村じゃ先生みたいなこともやってるし、ボースは立派な跡取りになるために3年間必死で勉強してて、なんかマジでみんなすげえな。なんだよレント、急に。そんな褒められたら照れるだろ。そうだよ。それにレントだってたくさん修行してすごく強くなったじゃん。いや、俺は別に。そうだよ、レントだって本当にすごいんだよ。もっと自信持てばいいのに。レント本当に強くなったんだからさ。ありがとな、ちょっとだけ嬉しいぜ。どこか行きてえのか？よーし。デニスさん、鉱石の方はどう？うん、思った通り別の金属が混じってるものが結構出てきたよ。ただどれも探してるものじゃなかった。あ、そっか。最後の悪あがきではあったけど、やっぱり奇跡でも起きない限りダメだったかな。まだ鑑定してない鉱石はあるの？私も手伝うよ。助かるよ。さすがに少し疲れちゃってね。お、どうしたんだいフィー。ダメよフィー、静かにしないと。その鉱石が気になるのかい？この鉱石が、ん？どうかしたの？この鉱石変だ。この大きさにしては明らかに重すぎる。
やっぱり他の鉱物が混ざってる。でもこれは一体まさかテニスさん。僕は鉱石に関してはかなり詳しい方だという自信があるんだけど、これが何なのかわからない。こんな特徴のものは聞いたこともない。それだよデニスさん、とうとう見つけたんだよ。まさか本当に見つかるなんて。やった、とうとう見つけた。間違いなくこれは未知の鉱石だよ。最後まで諦めないで悪あがきしたおかげだね。おめでとうデニスさん。ああ、でもこの鉱石、信じられない硬さだ。これうちにある道具で加工できるかな。ちょっと見せて。確かにかなり硬い鉱石。これを加工できる道具となると、なんとかなりそう。デニスさん、道具の方は私に任せて。どうするつもりなんだい。私の錬金術でこれを加工できる道具を作ってくるよ。金属を作るのはダメでも細工に必要な道具くらいなら作ってもズルにはならないでしょ。頼んでいいかいライザ。もちろん、どーんと大船に乗ってよ。よろしく頼むよ。こっちはすぐに細工を始められる準備をしておくから。という話だったのに、何時間も買い物に付き合わされるとは思いませんでした。ごめんね、つい夢中になっちゃって。別に怒ってはいません。でもなんだかここ最近二人ともはしゃぎすぎじゃないですか。そりゃねえ。うん、だって私たちあとどれくらいこっちで一緒にいられるかわからないでしょ。だから一緒にいられる間だけは思いっきり二人の時間を楽しもうって決めたの。そうそう、そういうこと。あら、そうだったんですか。それはお邪魔しました。お、待って待って、帰らないで。ごめんなさい、邪魔者扱いしたわけじゃないんです。パトリツヤさんにもいてほしいんです。別に気分を害したわけじゃないですよ。お二人の関係は分かってるつもりだし、一緒にいられる時に思いっきり二人の時間を楽しむ、その考えを尊重したいというのが私の本音ですから。でもパトリツヤさんも数少ない私の友達だし。同じく貴重な女の子のお友達なんだよ。そこまで言うなら一緒にいるのもやぶさかではないけれど。ありがとうパトリツヤさん。お礼を言われるほどのことじゃありません。ただいてほしいって言うのなら、やたらと二人の世界に入るのやめてもらえません？はい。二人の世界？時々というかかなり頻繁に私がいることを忘れてる状態になることが多いですよね。え？そんなことないよ。うん、パトリチアさんのことを忘れるなんてありえないよね。いや、だからそういうところを。いや、もういいです。別に悪い気はしませんし。それにしても3年間会ってなかったのにこれだけ仲がいいなんて。きっとお二人は
10年離れてたとしても大親友として変わらず再会できそうですね。バティ、何か言った？いいえ、何も。仲がよろしいようで、ごちそうさまでした。どこに行くの？よし、行くぞ。ライザたちって本当にすごいわね。自分たちの冒険もあるのに掲示板の依頼もたくさん受けてるんだもの。好きなことやってるだけだよ。それでもこんなにいろいろやってたら毎日すごく忙しいんじゃない？そんなのゼフィーヌさんだって一緒だよ。このお店の接客毎日一人で回してるんでしょ？私たちよりすごく大変だと思う。前にも言ったけど、お仕事は楽しいから本当に大変なんかじゃないの。本当？人員が増えないことに結構イライラしてるみたいだけど。それはまあ、でも忙しくて大変だからってわけじゃないのよ。一人じゃやれることに限界があるし、新しい挑戦をしようにもできないでしょ。新しい挑戦ってどういうこと？具体的にはわからないかも。私もまだ考えてるところだし。ただ今って毎日同じことの繰り返しだから、何か脱却する方法がないかななんてね。まさかゼフィーヌさん、お店辞めちゃうの？それこそまさかよ。大好きなお仕事だって言ってるのに辞めたりなんかしないわ。でもね、ここに来るいろんな国のお客さんたちや、ライザみたいに冒険をしている人を毎日見ていると、私も何か新しいことに挑戦してみたいってそう思うようになったの。その新しいことって例えば？それがわからないから呆れちゃうの。仕事以外にやりたいこと、好きなことって一体何なのかしら。ゼフィーヌさんがそんな悩みを持ってたなんてちょっと意外かも。好きなことでもそればかりだと物足りなさを感じたりしちゃうものなんだね。あれはセリさんとリラさんだ。何話してるんだろう。リラ、それは本当なの？アンペルが大昔の文献を読んでいて見つけたんだ。昔ある国の土地が災害で汚染されてしまったことがあったらしいのだが、その植物を国中に植え汚染した土地の浄化に成功したそうだ。すごい。その花が手に入ればコナードルも。フィルッサに汚染された土地を浄化できるかまではわからないかな。それに発見した場所も少々厄介だ。手に入れるには危険が伴う。そうね。けどどうしても手に入れたいの。同じオーレン族として思いは一緒だ。だが無理はするんじゃないぞ。安全策を考えてしっかりと準備してから行動するのを忘れるな。分かってる。無茶はしないわ。だといいんだがな。セリさん、ごめん、話聞いちゃった。ライザ、別に構わない。
隠しておくような話じゃないもの。だね。でもそっか、浄化できる花が見つかったんだ。一緒に行くよ。え？セリさんだけに無茶はさせられないよ。私だって異界を浄化したいんだから。場所は知ってるんでしょ？北の森を抜けた先にあるって言ってたわ。ただ少し危ない場所に生えているらしいの。わかった、とにかく行ってみよう。全部空気フルーツ使ってんのか？ええ、メニューはオリジナルだけれど味付けはかなり近づけたつもりよ。懐かしい匂いがする。久しぶりだな、空気フルーツ。さ、召し上がれ。いただきます。美味しかった。最高だったよ、ゼフィーヌさん。お粗末様でした。それにしてもよく食べたわね。うん、この二人は特にね。食いすぎた。さすがに苦しいぜ。ふう、美味しくって懐かしくって夢中で食べてたよ。もういくら懐かしいからって食べ過ぎ。うるせえな。ずっと島にいたライザに俺たちの気持ちが分かってたまるか。あんまり分かりたくないな。なんであれ、満足してもらえてよかった。マスターも喜ぶと思うわ。いやー、満足満足、大満足だ。こりゃ何か礼をしなきゃいけねえな。そうだね。ゼフィーヌさん、僕たちに何かお願いしたいことってない？お願い？急にそんなこと言われても。俺たちにできることなら何だっていいぜ。そうだ、それなら取ってきてほしい食材があるの。食材？店で使う料理の材料か？そうなの、行商人の常連さんがいるんだけれど、前々から食べたいって言ってた。その人の故郷の料理を作ってあげたいの。なるほど、僕たちみたいに故郷が懐かしくなってる人を助けたいんだね。結構いるんだね、故郷の味を食べたいっていう人。よし、任せてくれゼフィーヌさん。その材料俺たちが絶対持ってくるぜ。持ってきてほしいのはポルト豆よ。よろしくお願いね。いい感じだと思うんだ。これで大丈夫かな。そう、これが。これであのお客絶対喜んで。あんたたちは感激しすぎ。そんなに懐かしいならたまに帰ってきたらいいじゃない。でもそっか。何かひらめきさ。本当？レント君たちのおかげ。え？俺とさあ、特に。この本にも遺跡の手がかりはなしか。
か。タオでも見つけられてないのに簡単にあるわけないよね。そういえばフィーはどうしたんだろう。いつもなら遊んでって来るのに。こんなところにいた。遊び疲れたのかな。最近よく寝てるな。遊び回るのも大変だけど、これはこれでちょっと寂しい。かわいい寝顔しちゃって。うり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 。危ない危ない。起こしちゃかわいそうだよね。おやすみなさい、フィー。ちょっとだけ休もうかな。よし、休んじゃおう。こんな感じかな。霧もいいし、少し休憩。フィー？ん？元気ないけど、どうしたの？お腹すいた？フィー。まさか、病気とか？ライザ。あ、アンペルさん、リラさんいらっしゃい。ごめん、今はちょっと。これはリラの予想が当たったか。ああ、おそらくな。ライザ、少しいいか。リラさん？やはり。アンペル、あれを持ってるの。ライザ、これを使え。この生物を助けたければ、これを使って薬を調合するんだ。え？事情は後で話す。今は私を信じろ。わかった。フィー、少しだけ待ってて。新しいレシピ思いついちゃった。何にしようかな。
こに入れようかな。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。これでどうだ。じゃーん、こんな感じかな。フィー、これを飲んで。薬だよ。する方法は、それについては私から話そう。単刀直入に言う。お前たちがフィーと呼んでいる生き物、それはこの世界のものではない。お前たちが異界と呼ぶこことは違う世界、つまり私と同郷ということになる。異界の、でもフィーはオーレン族じゃないよね。当然だ。お前はあそこに住むのがオーレン族とフィルッサだけだと思ってるのか。私も目にするのは初めてだが、フィーと似た生き物について聞いたことがある。だが問題はそこじゃない。そいつはこの世界では長く生きられない。おそらく異界に漂う魔力がなければ生きられないのだろう。異界の魔力って、じゃあフィーを元気にしたのは。私が渡した石、あれは異界の魔力を秘めた石だ。旅の途中で偶然手に入れたものでな。そういった事情だから、残念だが私が持っているのはあれ一つだけだ。でも二人なら異界の門がどこにあるか知ってるんじゃない。そこから異界に行けば。すまないライザ、調査はしているが私たちもまだこの付近では門を見つけられていない。そんな。あ、そうだ、遺跡の奥にある水晶、アンペルさんとリラさんも見たよね。遺跡の奥にあった大きな水晶、まだ見つけてない遺跡にも同じものがあるかも。落ち着けライザー、一体何の話をしている。遺跡にあった水晶に近づいたらフィーが元気になったの。その後水晶の光は消えちゃったけど、もし同じものがあればフィーを元気にできるかもしれない。あの水晶が。なるほどな。だが他の遺跡の場所は分かってるのか。それは今探してるところだけど。そうか、そういうことなら私たちも手がかりを探してみよう。ありがとうリラさん。どうしたアンペル。少し調べたいことができた。遺跡の手がかりは任せてもいいか。それは構わないが。アンペルさん、大丈夫？気にするな。お前たちはお前たちのやるべきことをやれ。行くぞ、ディア。ああ、またな、ライザ。うん、またね。